はい、裏蓋開けてみました。1650027で、その下にですね、ダイバーのヘルメットのマークみたいな、僕はテレボーズとか呼んでるんですけど、このマークついてるんで、まあ、EPSA 社の、まあ、コンプレッサーケースじゃないかなというふうに勝手に思ってますけれども。ただバイオネット式じゃないんでスクリューバックなんで、まあ、その辺確かじゃないです。マークがちょっと気になりますね。なんか EPSA 社のマークじゃないかなと思います。機械は552300mダイバーもこれ使ってますけれども、だけどこれクロノメーターじゃないんですけれども、スワンネック微調整のついたなかなかいい機械ですよね。これのクロノメーター精度のはコンステレーションに使われてますけれども、でもこれも非常にいい機械です。はい、オメガのシーマスター120ですね。これと同じ時計が実は日付付きがあるんで、この後ご紹介します。